歌う？そうなんですよ、今日はガールズルールを歌わせてもらいます。やっほイシケンマシンさん、デブニアンさん、ナッカンさん、クボチさん、ありがとう。寝起きじゃないよ。これがもう、てかメイクしてないから、多分押さない。35mm さん、ありがとう。ピンクしてるかと思った。本当？気をすることないじゃん。ね、そうなんです。この服ね。やっほー、みゆきさん、ありがとう。ヘビニアンさん、Thank you。 もくもくさん、ありがとう。そう、公園見に行きたいですって言ったんですけど、ちょっと言うのが遅くて、席がもう埋まっちゃってますって言われて見に行けなかった。ごめんなさい。公演が発表されましたね。誠さん、ありがとう。アニスティックさん、関さん、ルーさん、ありがとう。配信になりました。あら、一気ドラさんでも既存の公演やってほしい。できる時はあるのだろうか。ごめんなさい。あー、感心。チョリさん、ありがとう。メンバーみんなそう言ってるけど、見に来たメンバーいたんだろうか。そうなんですか。なんかさ、高湯さん、ありがとう。昨日の夜何時ぐらいに言ったかな、言ったらダメだった。ゆうとさん、ちゅんさん、ありがとうございます。キリピーさん、ありがとう。のりさん、ありがとう。やっほー、ラナさん、ありがとう。さくらパンダさん、Thank you。 ヤスくんさん、いいね、ありがとう。マサジさん、 Thank you。 みんな、今日はガールズルールを歌うけど、何時からにしようかな。
もう歌うかね。ふうさん、桜パンダさん、 Thank you。 いらっしゃるかしら。今日は先月の七並べランキングで1位を取ってくださったちゃまとちゃこさんのリクエストソング、ガールズルールを歌います。ゆうゆさん、ありがとう。こんばんは。うん、あ、いらっしゃった、ありがとう。こうじさん、つぼゆすけさん、 Thank you。 こんばんは。さやちゃん、 Thank you。では、あ、パパじゃないよ。ちゃまとちゃこさんはパパじゃないです。コウジさん、つぼゆうすけさん、さやさん、たらおさん、ほじえさん、長谷川さん、ありがとう。花火も今日までね。ママ行くぜ。バスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、世界にした窓から潮風に乗って、
坪井祐介さん、シュッ、ん、テリピーさん、シューちゃんさん、イシケンマシンさん、ブルーさん、リゾートダイバーさん、ちんまいちゃん、なかさん、イシケンマシンさん、トールさん、ゆきさん、おとんさん、カニスチックさん、ちょっとうちに住みたいカツさん、マックンさん、レブニアンさん、ホジェさん、ユキさん、ありがとう。ヨシヒコさん、ぜひ SMS 認証をお願いいたします。イエーイ。ということで、チャマとチャコさん、ありがとうございます。 Thank you。 1位ありがとうございました。チュノラゴさん、ありがとう。今年の夏、最高の思い出ができました。ありがとう。いやー、ナイス選曲、グッジョブあげたい。だってありがとう。その服は9枚目イメージした時のやつ。そうです。ズンちゃん、ズンちゃん、じゃ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 ん。かすのりさん、ゆうさん、めもつんさん、 Thank you。 その服本当に衣装に似てるよね。ね、なおよしひろさん、こうたんさん、ありがとう。ファンミに向けて何かするっていうんじゃなくて、ファンクラブに載せるものを取りに行くって感じですね。こんばんは。今日ニアジョイのライブでクレーム立ったらしい。すごっ。3人なんだ。あ、3人で歌ってくださったんだ。こんばんは。マムラさん、 Thank you。 おー、いやでもね、これ夏用の服だと思うんですよね。ラジオ面白かった？じゃ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 ん。ね。ナッカーさん、デブニャンさん、ユヤさん、ありがとう。シヒコさんも。さみどりさん、 Thank you。 コウキさん、ありがとう。じゃん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 じゃ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 ん。最近もう夏終わった感じがすごい。え、もう？2時間配信は何でしたくなったの。やりますよ、また。やすさん、ゆうくんさん、 Thank you。 もむらさん、ありがとう。いきここの衣装、いきここ好きなのでアクリルスタンド購入しました。おお、出遅れたセミたちが泣いてるよね。出遅れたセミたち、みんな何の衣装が一番好きなんですか？今まで STU で出た中で、シングル、なんか
シングル縛りとか関係なく、こん時のツアーの衣装とかさ、2018年の TIFF 衣装とか。でも言ってもあれか、そんな認識じゃないか皆さん。話変わるけど、ギターってどんな練習してました？Uフレットで好きな曲調べて、充電がなくなっちゃった。ギターの練習方法は、Uフレットで好きな曲を調べて、私は aiko さんとか阿部真央さんとか結構弾きやすい曲多いから、そう、なんか簡単弾きっていうのもあるんですよ。で、簡単に弾けそうなものを練習していくみたいな。で、ちょっとそのコードチェンジとか慣れたらいろんな曲やってみるみたいな感じでしてた。ほーぽんさん、リゾートダイバーさん、トールさん、 Thank you。 本当はなんて略すのが正解？息をする心、略したことない。私レコ大将、おー、風を待つ、あえーレコ大賞ね。髪飾りキラキラしてて可愛いよね。風を待つも裏側ピンクで暖房みたいで、はあ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 、はい。ビキニなんて着たことないでしょうが。うん、え、2018年のTIFF衣装って言ってもさ、皆さんに伝わるんですか？うんうんうん、TIFFの青色の衣装、ああ、それは2017年じゃね。うんうんうん、暗闇もさ、ほんとは2個あるんよ。そう、 MV 衣装とあの灰色のパフォーマンス衣装と。うんうんうん、デニム制服、あー、私もね、結構デニム制服好きなんやな。なんかあれってね、着込めば着込むほど味が出ていきそうじゃけどさ、ありがたいことですが、なんか1年に1回の制服衣装って変わるから、何年度制服って1年着込めんのよね。コントレイルさん、 Thank you。 やだやだやださん、ありがとう。ああ、はいはい、あれね、余裕余裕余裕。わかった、なんじゃろ。まあ、うんうんうん、暑い時期は脱いじゃうし、活躍の場がめっちゃ少なかった。うん、でもね、そう、パフォーマンス向きではなかったかもしれないですね。めっちゃ暑かったから。デニム可愛かったけど重そうだった。うん、ジムジムさん、天気。でもさ、お湯、まあ、確かに重いっちゃ重いかった気はするけど、なんか着ててさ、うわ、この服重いわって思いながら歩くことつまなくない？ユリアピースさん、ありがとう。そう、あのデニム衣装の初お披露目が、あのフラワーだったので、フラワーフェスティバルのステージ、そう、あのパフォーマンスで着させてもらって、めっちゃ暑かったんですよ。やんばかった。カノンさん、ありがとう。そう、なんか
この靴重いとかこの服重いって言ったりするけどさ、なんか着とる分には分からんけ、別に重くても私はあんまり気にならないんですよね。その時 ST48 でジーパン買いました。お、履き込んでますか？やたら重いスニーカー。うん。ジュノラゴさん、カズキさん、マラペチーノさん、Thank you。あのさ、白いさ、あの結構パニエが入ってる、でもあれ長さは膝丈ぐらいなんですけど、ね、なんか青いラインとか白いラインが入ってて、ここかな、なんかワッペンがついてる ST って覚えてる？そんな衣装。なっかんさん、アイルトン佐藤さん、ありがとう。パニエ美味しいよね。パニーニじゃなくてイタリアのサンドイッチ、パニエっていうのがあんの？パニーニ、パニエはスカートふわっとさせるやつよ。パニーニのこのパとニーのこうとこうのこうで、あれあんまり着てないんよね。あれ何衣装って言ったらいいんじゃろ。わかりますか？思い浮かんでる？何で着てたでしょ？でもツアーとかで着とった気がする。一回も着てない衣装はさすがにないですね。これこれこれ、ちょっとココアの、ココアだけど写真が、袖と胸全ツ衣装じゃん。そうそうそう、ツアー、これはね、上から来たらパニーが大変なことになるけん、絶対に下から2個に分かれてるんですよ、これ。この、これが上着になって、ここは、ここ青がちょっと見えるけど、こう、青になってるワンピースなの。それでワンピースの方を上から来たら、大変で、パニエをね綺麗にするといけない。もう一回ぐしゃぐしゃになっちゃうの、上から来たら。だから絶対に下から着なきゃいけないっていう。でも急いどったらそれをさ忘れるんですよっていう思い出があるけど、全然着てないイメージ、この衣装。もうね、ワンピースにパニエがねくっついとってからね、ワンピース着て上着みたいに、後ろにチャックがあるんじゃけど、そう上着みたいにこう前から手通して後ろチャック止めればいけるっていう服なんじゃけどね。この衣装とかはさ、これも制服衣装だけど結構着られてるイメージ。いぶきさん、たかとらさん、けんたんさん、まさやさん、あいるたん、さとうさん、なっかんさん、ちょるほっちゃさん、ようかのさん、デブニアさん、 Thank you。
青花柄衣装もめっちゃ可愛かった。あー、あれもねツアー衣装だよね最初は。カニスティックさん、ナキさん、ありがとう。青い、濃い青のレース、そうそうそう。でも僕恋とかでも着よったけん、いっぱい着たイメージ。カニスティックさん、秋竹城さん、ありがとう。白ワニ使いさん、ありがとう。歌唱力でイケちゃん来なかった。そう、歌唱力はね、そう、STU 衣装か自分で持っていくかも二択になるけん。これがレコ大賞。なんか歌う系の時はこの衣装着てるメンバーが多い気がする。なんかゆったりした楽曲とか。アイルトン佐藤さん、おやすさん、ドルフィンさん、ジムジムさん、ナイストゥーネキさん、ユウさん、ありがとう。リカワだとどの曲もほぼオリジナル衣装見れるようになるしねえ。リカワすごかった。深夜さん、ありがとう。じゃけんもうめっちゃさ着替えが大変だったよ。デリパジェさん、ゆうやさん、ありがとう。 ST でも AKB さんみたいに衣装ってしてほしい。でもどんぐらいになるんじゃろう。そんなにめちゃめちゃあるわけじゃないけんさ、全員が一番好きな衣装を着るみたいなイベントやってほしい。一回それを3周年のさ配信でやりましたよね。あれそうでしたよね。なんかメンバーが自分で選んで自分の好きな衣装を着るみたいな感じだじゃなかったっけ。その時みちレコ大賞来た。うん、そうかも。思い出が強いからね。こだわりのローストビーフさん、ありがとう。名前書いたいし、また止まっちゃった。充電しよう。スタジオの衣装ひらひら踊りやすい。どの衣装だひらひらって。今着てるそれ。エレメンツさん、ありがとう。スタジオピチピチのイメージ。ピチピチ家中が暗闇かもしれない。さっきお聞きしました。嬉しい。見たかったな。モムラさん、ありがとう。ビリーピースさん、ニャンニャンさん、ありがとう。ピッチピチピチピッチ作ろうとしよる。できるならファン見ごとに衣装披露もありかな。そうそう、なんかさ、衣装着とった方がツーショットとかあったから私服より喜んでもらえるのかなって思って、この衣装でツーショット撮れるんだみたいな、あんま機会ないと思うから。
星の子供愛さんありがとう、ね、何の衣装がいいんだろうみんな。確かに自分の着たことないやつも着させてもらえるかもしれないから。ポニーテールとか言ってみようかな今度。それでは誕生を読んでいきます。13位白鬼使いさん、12位キューさん、11位トールさん、10位テリーピーさん、9位強運の坪井祐介さん、8位津奈良子さん、7位カニスティックさん、6位イシキャンマシンさん、5位ナッカンさん、4位ヨシヒコさん、3位ブルーさん、2位ユキさん、そして1位はドルルンジャジャンアイルトン佐藤さんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位はドルルンジャジャンホジェさんでした。ありがとう。ファストラビットのやつは AKB さんの方じゃけん私たちは自由に着れないな。ね、ありがとう。ガールズルームありがとうございました。ちゃまちちゃこさん Thank you でした。ではまた明日。バイバイ。